ソニー E マウントカメラとレンズソニー E マウントとは、ソニーが自社のミラーレス一眼カメラネックスシリーズ、アルファーシー、合計約 46.1mm、フランジバック 18mm で、マウント内下部に10から12点の電子接点を持つ、完全電子制御マウントとなっている。対応するイメージセンサーは、APS-C サイズないし、フルサイズ。 一眼レフカメラよりフランジバックが短く各種マウントアダプターが多く発売されている。またバックフォーカスが短くできることから特に広角レンズの設計においては有利である。α7、α9 シリーズで追加されたフルサイズ E マウントには FE マウントという通称がある。シナバンの頭が FE になっているレンズ群が対応する。特に メーカー名の記述がない機材はソニーから発表とする。静止画撮影機材だけではなく動画撮影機材にも拡大する。詳細はソニーアルファネックス製品を参照詳細はアルファソニーアルファシリーズ E マウントを参照詳細はソニーのビデオカメラ製品一覧ネックス VG シリーズアベッチド MPEG-2 メモリースティックデュオ SD メモリーカードを参照 E マウント採用のソニー、純正交換レンズには以下の略号が含められている場合がある。それらの略号と意味を列挙する。G マスターのロゴソニーが展開する最上級のレンズ群、G レンズ群より上位に位置づけられる。高解像とボケの両立を目指し、F 近い方から高い描写性能を有するのが特徴である。 G レンズソニーが展開する上級のレンズ群。カールツイスブランドと双璧をなす。コニカミノルタ時代により長年培われたレンズ技術を継承している。カールゼスレンズドイツカールツイスブランドのレンズ群。いずれかのレンズ面に T コーティングを施し、高い品質管理がなされている。いずれのレンズも AF に対応しているのが特徴である。種類は少ないが、 蒸気の名品より安価。小型のレンズが多い。マスターレンズのリア部、フロント部に取り付けることで、焦点距離を変えることが可能。トランスルーセントミラーテクノロジー搭載のものでは、マウントアダプター内にトランスルーセントミラーと位相差センサーを内蔵しており、コントラスト検出方式オートフォーカス非対応レンズで、あっても位相差検出方式によるオートフォーカスが利用できる。 B4 マウントレンズのイメージサークルの都合上、イメージャスキャンモードを日経センターにして撮影するため、HD 撮影のみ可能となる。それぞれ各カメラに対応した別売りのオプションキットを併用することで、レンズへの電源供給が可能となり、電源供給可能かつシリアルデジタル、通信対応レンズであれば、電動ズームやオートアイリス、自動触手審補正、ズーム、 放火位置表示などの様々な機能が利用できる。詳細はタムロンレンズの一覧を参照詳細は採用オプティックスを参照。ありがとうございます。